皆さんこんにちは、カイです。今回はですね、ついにアロハ電車デビューということで、そちらの方をご紹介していきたいと思います。まずですね、後半の方はですね、皆さんにこの IGBT の VVVF って、まあモーター音をね聞いていただきたいので、前半はナレーション多めで、後半はナレーション少なめでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。伊豆急3000系がね気になって検索してこのチャンネルにたどり着いてね、見てくれてる方もいらっしゃると思いますので、伊豆急3000系元209系ってなんだっていう方も、初心者の方はねいらっしゃると思いますので、こちらね詳しく紹介したいと思います。こちら209系は現在の JR 東日本の通勤近郊型電車の礎となった車両となっております。製造年は1993年から2004年に製造されました。今回の伊豆急にやってきた元209系は1994年と1996年製です。こちらの車内の車番を見ていただきますと、何年製に作られたかがわかります。 Y1 編成が5から8号車で1996年製です。こちらは新津車両製作所、今でいう J-TREC の新津事業所です。 Y2 の1から4号車は1994年製で、東急車両、今でいう J-TREC ですね。 J-TREC っていうのは総合車両製作所の英略所です。209系ってどんな車両かというと、こんな車両です。一番最初に投入されたのが京浜東北線です。こちら1993年から2010年まで京浜東北線で走っていました。そこからですね、総武本線に転属して2009年から走っております。こちら今でいう京浜東北線は E233 系1000番台となっております。今回来た伊豆急3000系はこちらの総武本線からやってきた車両です。京浜東北線から総武本線に転属するときに、先頭車両の貫通路が新しく新造され、E233 系のようなものが搭載されました。また、幕だった行き先が LED、3色 LED に変わり、バリアフリーなトイレが追加で設置されました。こちらの総武本線の車両が伊豆急行にね、転属したってことで、車内はですね、トイレとかそのあたりはそのまんまですね、伊豆急にやってきています。なので今回の伊豆急3000系の車内はですね、特に大きな改造をせずにそのままね運行しているという形になります。3番線には遠い気止まりの電車が入ってきております。ここ2番線の方に伊豆急3000系が入線してくるところです。これが今日の車両、これかな。側面はすでに伊豆急下田行きとなっておりました。それではね、車内の方に入りたいと思います。今回は前面展望を撮りたかったため、すぐさまですね先頭車両の方に乗り込みました。先頭車両にねずっといたため、今回のねこの出発式がねあんまうまく撮れなかったことをご了承ください。今現在ね、あの左側の方のスタッフさんがですねヘッドマークをつけていました。車内はこんな感じです。伊東方面からやってくる接続列車はまだ来ていなかったため、まだ車内は空いていました。こんな感じで正面はデビュー3000系というこういうヘッドマークをつけて皆さん撮影なさっていました。これ伊豆高原駅の改札の方に設置されていますので、期間限定で設置されているみたいなので、皆さんでお時間ありましたらぜひ見てみてください。そしてこんな感じでモザイク入れる感じになってしまうんですが、アロハのね、まあハワイのなんか踊りみたいなのをね披露してくれました。これなかなか見れない光景だと思うんですが、踊りを見ながら後ろから8000系が入線してくるということでね、踊り見ながら電車が見れるっていうね、しかも3000系の車内から8000系の車体、まあ、車両が見れるってことで、もうねもう面白いことがすごい重なってるんですよね。そして反対側伊豆高原止まりなんですけども、行き先は伊豆急下田行となっておりました。あの幕は後ほど回送と表示され、こちらの電車に皆さん乗り換えることになります。門を操作し、まだ車内の案内表示板は特に何も表示されていなかったんですが、運転手さんが門を操作したことによって、これ最初伊東って表示されたんですね、伊東って表示されたんですけども、その後またね門をポチポチと操作されて、これがね後ほど今映すんですけども、ちらっとねこっち向いて LED の案内表示をまたちらっと見たらですね、すぐに伊豆高原と戻っていました。あれ多分運転手さんがね設定していたと思います。とうとうね JR の車両に私鉄のこの伊豆急行の駅名が表示されるっていうのはね、やっぱり面白いですね。
ここから先はですね、走行音を聞いていただきたいため、ここからナレーションは少なめにしていきたいと思います。伊豆急行はですね、定着レールってことで25メートル間隔でレールのつなぎ目がありますので、ガタンゴトンって音がね、結構いい音を出してくれます。 JR だとロングレールとかが多くなってしまい、このガタンゴトンって音は聞けないんですが、この伊豆急行ではね、聞くことができますので、皆さん聞いていただきたいと思います。
に東伊豆海岸線を走っています。排除所内に見えております大きな島は伊豆大島でございます。その右手南極の島は都市が伊豆のような島は新島でございます。また新島に見えております島は大津島でございます。この他に会場がよく晴れておりますと、三角の豊島の平田いくらのような新島の間には三宅島など、伊豆地方の島々をご覧いただくことが見逃しでございます。本日は会場正面左手に伊豆大島、豊島、新島、大津島がご覧いただきます。伊豆地方の島々でございます。Thank you.
こちらはひし形パンタグラフを搭載しています。ひし形パンタグラフでこれ1機だけです。他の号車にもう1個パンタグラフが付いているわけではなく、この号車のみです。また車内はこんな感じで、天井のね広告は何も付いておりませんでした。こちら防犯カメラなんですが、こちらの防犯カメラは JR 時代から付いていたものなんですが、作動していましたね。ピコピコと赤色のものが点灯していました。ということで、上り列車の伊豆高原行き発車します。
同じホームの向かい側2番線から2番の待ち合わせ有効電車
並びにアロハ電車をご利用いただきまして誠にありがとうございました。引き続き伊東渡美方面おいでのお客様、次の終点伊豆高原におきまして、着きました同じホームの向かい側2番線から11時51分発伊豆高原始発普通列車熱海行きをご利用ください。どなた様もお年物お忘れ物なさいませんようお気をつけください。まもなく終点伊豆高原に到着いたします。お出口は左側です。伊豆高原から先伊東渡美方面おいでのお客様、着きました同じホームの向かい側2番線から11時51分発普通列車熱海行きをご利用ください。普通列車熱海行き7両編成で向かい側2番線ホームに停車をいたしております。この列車は回送列車となります。引き続いてのご乗車はできませんのでご注意ください。ご乗車ありがとうございました。終点伊豆高原に到着いたします。お出口は左側です。これ前の線ダッシュ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 結構空いてるね。始発だもん伊豆高原。なるほど。ダッシュ前の方にすごい埋まっちゃうから。こちら素晴らしいダイヤなのが、このアルファ電車から乗り換えた先がリゾートってことなんですね。なので観光列車から観光列車に乗り換えられるってことでね、これ乗っててね飽きなくてね、しかも2種類の電車を味わえるっていう素晴らしい時刻ですので、皆さんもぜひ乗ってみてください。ということで今回はこれぐらいで終わらせていただきたいと思います。次回はですね、もっとわかりやすい3000系の動画を出したいと思いますので、ぜひそちらもご覧ください。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。